こんにちは、ブリーフ団 S の親友の伊藤です。先日の、サブチャンネルのカエロパンツの生配信で、100万人記念として、お祝いソングを、作って歌いました。で、それの、完全版というか録音して、歌詞も、しっかり出した状態でお届けしたいと思います。それでは聴いてください。これっぽっちの思いだった。それが今こんな風な世界になった。肌寒くなってきたこの季節に約束は立った。今達成した理由もないのに、ふと真面目になったり、愛情注いだり、ふと気がつくと目の前のものは何一つなかった。でもね、君が笑ってるから僕も笑えるよ。変わって見えなくなってしまって、もう今はそれでいいよ。春に咲いた花もいつか枯れるように、この世界もいずれきっと終わるだろう。敵か味方のふりする場所で裸をまとった希望の光。バカバカしいようで遊びじゃ決してないよ。触れた液晶のステージに多い意外の全て捧げて、いつか動けなくなったりして、それでも笑ってよ。できればそれでいいよ。いつかいつかこの日がなくなるその日まで、それはそれでいいもありがとうございました。